ナマコ。ご飯。お米。はい。車。スマホ。18歳ぐらいですかね。もう一回ちょっと違うキャリアでやってみたいなっていう気がします。はい。鍋、うん、これねないんですよね。一番大きな買い物、まあでも車ですかね、多分一番高いの。はい。ポッドキャスト聞いたりとか、あとは映画も最近字幕をなしにして、もう 要注意でヒアリングするようにして覚えてます。はい。いやー、なんかやっぱりこう外国人の主人と結婚したので、旦那さんが、なんでも気づいたらなんか彼の友達とかが友達になってたりとか。まあでもやっぱり友達作るのどういうきっかけがいいんですかね。今飲みに行けないですけど、飲みに行って出会ったりとか、まあアプリとかもあるんじゃないですかね、出会い系アプリ。はい。これはね、そうですね、ちょっと音楽業界にすごい切実なんですけど、同じ業界で困ってる人にシェアしつつ、みんなでなんか楽しいレーベルとかもやってみたいなとか思ったりしたことあります。はい。全部覚えてます、酔っ払っても二日酔いはよくやりますけどね、最近。でも酔っ払った会話、この人がこうやって言ってたとか全部覚えているので、ちょっと自分でもそれは嫌だなと思うところなんですけど。はい。パパロッチみたいな、なんかテノール歌手、カンツォーネとかやりたいですかね。どっちかというとクラシックの方のオペラとかね。はい。音楽フェス、そうだね、ライジングサンロックフェスティバルは結構、はい、楽しいし、こうフジロックも楽しいんですけど、フジロックほどこう最初に行って大変なね、思いする人結構多いので、はい、ライジングサンかな。ですね、ちょっとメーカーが分かんないんですけど、今友達にもらった、日本の会社が作ってる包丁で5タイプ、宝物紹介とか紹介しますけど、はい、メーカーが分かんないんで、その時のバージョンで見てください。はい。スペイン。ちっちゃい頃から空手やってたらしいんですね。だからこう日本のこう、まあ、文化にすごいリスペクトがあって、で私の義理の父、彼のお父さんが結構音楽の仕事で日本に出張に来てて、その度にお土産を、日本のお土産をいろいろ買ってきてくれたそうで、でなんかずっと行ってみたい国だったっていうのが小さい頃からあって、で来たらやっぱりこう人間がすごい好きだと言ってました。はい。日本人のその人種、はい、すごいリスペクトがありますね。はい。スティービーワンダーかな。はい。今のところないんですけれども、まあミニアルバムはちょっと考えてます。はい。夕日。歌うことかな。まあそれどういうトレーニング方法だろう。そうですね、でも、うん、披露する、そのライブでやる曲とかをとにかく歌い込む、もうそれしかないかなと思ってます。はい。おー、いいですね、いつかやりましょう。はい。私も自信ないですからね、なんかその難しい質問なんですけど、自信をつけるには、まあ自信でいろいろあるじゃないですか、なんかこうその外見なのかとか内面なのかとか、でもやっぱり内側のこう気持ちを鍛えていくことが外側にもつながっていくのかなっていう気もしてるので、やっぱ精神力ですかね、鍛えるためにこう体を鍛えたりすることで精神が強くなったりもするし、いや、すごい深い、ちょっと一言じゃ答えられません。どうしたらいいんだろう。はい。秋におすすめな曲、アデル Someone Like You とか。はい、いいと思います。思いやりのある人。はい。そうですね、睡眠時間をちゃんと取ることと、あと水をとにかく1日2リットル以上飲むように心がけてます。はい。ちょっと空き時間で回転寿司に行きました。美味しかったです。はい。難しいね。まあお尻に力を入れて立ってください。はい。前筋が結構大事です。はい。ミャンマー料理かな。すごく
私が10代とかでこう流行ってた音楽よりもすごいいろんな音楽、いろんなジャンルの音楽が今J-POP の中なんですけど、ソウルっぽいものがたくさんあったり、ファンクなものがあったり、なんかジャンル感もいろんなものが出てきて、でファッションとその音楽とも全然こうギャップのある人が歌ってたりとか、なんか昔だとヒップホップはこれみたいな、そういうのじゃない、もうなんかスタイルとその音楽がまあ飽和してるっていうんですかね、そういう感じは今の J-POP にあって、私がすごく望んでいた形って言ったら変ですけど、あ、こんないろんな人がいたりなっていうのが今まさに今一番私は J-POP シーン楽しいかなと思います。はい、いやー、私字の経験がないのでね、ちょっとわかんないんですけど、でも直しといた方がいいですよ、早めにね、はい、あとこの癖になったりするらしいので、自分のなんかそれがどこからこう癖になっちゃうのかとかっていうのも早めに知っといた方がいいんじゃないかなっていうお医者さんみたいな、はい、思いますけど、はい、名古屋は毎年ツアーでブルーノートさんに回ってたんですけど、ブルーノートがねこのコロナでなくなってしまって、今ちょっとこうまあ、同じサイズというか、ライブハウスを探しているので、皆さんなんかここでやってほしいっていうのがあったらまたコメントに書いてください。行きたいです、はい、この人は中一の息子の美穂さんのファンなので親子で一緒に、はい、ありがとうございます。ぜひ行きます、名古屋また行きたいと思います。空いてればすすきのにあるラーメン屋さんの信玄は結構行ってます。はい、ガウディの伝言という本があるんですけど、タイトル、サグラダ・ファミリアの建築に関わった日本人の建築家の方が書いているガウディの、まあ、思いみたいなのを綴っている一冊の本があって、すごく言葉が美しくて何度も読んでますね、はい、ガウディの伝言です、はい、いつも買ってます。なんかこうなくしたりとか、あと最近だとこう資料をミュージシャンの方に送るのに MP3 がないとか言って、また自分でダウンロードしたりとか、はい、買ってます、はい、一曲に絞れないですけど、でもやっぱ Love Winter Song っていう曲があるんですけど、曲のパワーなのか、こう歌ってると楽しくなって、お客さんもなんかこうもう幸せな顔になってっていう、ちょっとやっぱり特別な音楽の力を感じますね。江戸時代スヌーピーのアルバムかな、スヌーピーのアルバムがすごいクリスマスアルバムが出てるんですけど、素晴らしいですね、トリオのジャズアルバムなんですけど、必ずクリスマスになると聴いてます、はい、ファルコン、ファルコンって動物じゃないよね、なん犬犬犬です、はい、プリンス、どうしますか。そうですね、自分の総理大臣だったらでタックスを、もっと取って、医療とか学校にかかるお金、教育のお金を無料にしたいな、なんかヨーロッパみたいな、はい、ちょっとそういうことができたらいいですね。まあ怒ることもあるんですけど、抱きしめることですかね、よく抱きしめてます、はい。もうですね、やっぱ文化が違うので、育ってきた文化が違うので、いっぱいいろんなカルチャーショックは日々ありまして、まあ、この地域に住んでる奥さん日本人、旦那さん外国人っていうカップル結構いるんですけど、そういう婦人会で集まると、おやばいよねみたいな話をみんなでよくしてるんですけど、いろいろありますね。まあ、でもこれは国際結婚関係なく、男の人はなんでこんなスポーツの話ばっかりしてんだっていうことを、うわ、この間なんか話になりました、ね、あとはなんで夜最後の一杯がウイスキーなんだっていう、このちょっと謎を、まあ、男性に対してなんですけど、なんか紐解いてみたい会ができましたけどね、はい、ちょっと謎です。みんな飲むんですよ、このだから、ね、じゃあウイスキー飲むって必ず最後ウイスキー飲むんじゃないですか。あれ何、あれ何なんですか、あれ医学的な根拠があるのか、もしくはなんかこうお父さんがそうしてたからとか、伝統的なことなのか、ちょっと気になってますね、はい、優しいとこかな、はい、顔自分で産んであれですけど、顔が可愛いなと思いますけど、はい、好きな動物はやっぱ犬ですね。犬ずっと私は生涯ずっといるので、なんか犬がやっぱ好きで、嫌いな動物、まあ、
ないかな、まあ、でもヘビを見るとやっぱりちょっとっていう嫌いじゃないけど怖いっていうのはありますかね、はい、小学校の先生水木先生名前言っちゃったの理由はなんかすごい優しい先生でしたね。で、あの今じゃありえないと思うんですけど、今日天気いいな、外で給食食うかみたいな、みんな外出ろみたいな、そういう先生がいたんですね。で、他の教室の子たちが何やってんだろうあのクラスみたいな感じで見てて、でもそういうこうなんとかな自由な発想を子どもたちに与えてくれるような、はい、でも小学生でねそういう経験ができて素晴らしい先生だなと今思いますね、はい。老後はね、そうですね、なんか子どもたちの教育とかに携わる何かやりたいですね。音楽でできることがあれば、はい、歌を教えたり、はい、北海道はやっぱりあの地場がいいですね、はい、あのどこに行っても大地のエネルギーがすごいあるなっていうのを感じますね。だから、まあ、特にこうちょっとこう郊外に行くともうなんかそこに行っただけで肩こり取れるみたいな、なんか不思議なやっぱパワースポットがいっぱいありますね、はい、いやー今ないですかね、ここがやっぱ今もう私の最高の場所になってます、はい、優しくし優しくされる感謝し感謝されるみたいな、なんかまあそういう気持ちは持ってます、はい。いつも福原美穂の YouTube チャンネル、ご覧いただきありがとうございます。いいね、シェア、そしてサブスクライブの方もどうぞよろしくお願いします。